前回と違ってもうセレクションせいじゃないし、練習とか重ねてもう自信とかもついたから、今度は大事なところで点決めれる選手になれたらいいなと思ってます。この大会を通じて、まあ、もっと自分がより上に行くためのきっかけを掴む大会にしないといけないと思うので、出る時間はもしかしたら少ないかもしれないけど、その少ない時間を大事にしてチームに貢献するんだっていうところを示していけたらいいなというふうに思います。リーグ戦の開幕だったりトーナメントの開幕戦っていうのはやっぱ難しくなるし、まあ、立ち上がりだよね。本当連覇しないといけないと思うんだよね。もう本当に選手権に向けてこれを勢いにしていきたいなと思います。 FC 中井は第3回頂杯の1回戦で京都産業大学アレグリアと対戦し6対2で勝利、準決勝へと駒を進めた。しかし FC 中井は暗闇の中にいた。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂。第21話、出口。お疲れです。お疲れです。まあ今日は1試合目ということで、まあ移動試合ということで、やったんだけど、まあ俺がねちょっと動けなくて申し訳なかったんだけど、まあ、失点もね俺がドリブルして取られて、渡るが奪ってくれたけど俺が追いつけなくこぼれ球を取れなくて、また球際って感じだったんで、まあ僕の失点です。E essas coisas acontecem. Você vai encontrar quadra pequena, piso ruim, não tem luz, sempre vai ter essas coisas. Então tem que estar preparado sempre para isso. Hoje todo mundo sabe que não foi um bom jogo para ninguém. Então é a cabeça e amanhã em diante. 今日はそういう疲労と移動疲れとピッチコンディションで消極的な面もあったと思うけど、明日はみんなが思い切ってやってきたことを出せればいいかなと思います。勝利をつかんだにもかかわらず、彼らが大きな危機感を抱く理由、それはこの大会における連覇が危ぶまれることが一つ、そしてもう一つは、今日は多分最初の先制点取ったのが10分過ぎぐらいで、選手権もこんなずる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 先制点取れないままいったらやっぱ厳しいと思うんで、どんどんシュート打つのと、今日のピッチコンディション的にシュート打ちづらいっていうのがあったので、それでもまあ無理やりでもいいから打って、まあ、ピッチコンディションに慣れていくっていう意味で、まあ、どんどんシュート打って、明日もリズム作って、今日取れなかったセットプレーからまず先制点取って勝っていきましょう。9月から始まる東京都大会予選では、正規のフットサルの試合時間よりも短い試合がある。特に 1,2 回戦は10分ハーフと正規の試合の約半分。試合時間が短い中で確実に勝ち切るのは難しい。選手たちにとって負けたら終わりという精神的なプレッシャーは想像以上に大きいのだ。そしてそのプレッシャーは、自分たちがリードを奪えていない状況では残り時間が減るごとにどんどん大きくなっていく。
それだけに早い時間帯での先制点が FC 中井にとっては特に重要なのだ。今日みたいな相手っていうのは選手権でもあるかなと思って引かれた時に、自分も試合の中で体感したのは、なんかバカみたいなシュートでもすごく意外と難しいなっていうのはあって、けどそこはもっとチームとしてやってっていいのかなっていうのは今日やっぱ思ってて、もっとなんだろう、強引にでも立って当ててコーナーキック取ってって、そこからセットプレーで勝負を決めるとか、ミドルシュート打つっていうのを、まあ、やっぱボールを大事にするっていうのはすごく大事だと思うんですけど、開始はよりシンプルにやってもいいのかなっていうのはちょっと思いました。けどやっぱちょっと難しいな、ね、難しいですね。なんかその空気じゃないですけど、ね、っていうのはちょっと自分もトライしたんですけど、やっぱ難しい部分もあったんですけど、そこはチームとしてやっていくべきなのかなっていうのは思いました。まあベストなコンディションをその日に持ってこれない可能性って全然あると思うんで、まあ、そういう時にチームでどう立て直すか、まあ、リスクかけてでもプレッシャーかけに行くのか一旦引くのかは、まあ、そこは判断いろいろあると思うけど、まあ、その中で、まあ、自分たちの色っていうのは出していかなきゃいけないだろうし、まあ、今までつないできたものっていうのも、出していくべきだと思うんで、まあ、そこはやってきたものを信じて考えなくても体が動くというか、まあ、そういったところも、まあ、練習で積み上げてきてやってると思うんで、まあ、こういう経験ができたってことは一つ大きいことだったと思うし、選手権で、ね、万が一こういうコンディションが誰か調子悪いとか絶対あると思うんで、まあ、それはいい経験だと思って、まあ明日にちゃんとつながったんで今日勝って、で、まあ、今日の反省生かして第1試合目から、まあ、本当ワンプレー目からバチバチいって準決決勝と2試合勝ちましょう。よし。準決勝の対戦相手は東海一部リーグ所属デリッツィア磐田だ。デリッツィア磐田は1回戦で関西一部リーグ所属の三尾琵琶湖滋賀フットサルクラブと対戦。今季関西一部リーグ2節を終えて21得点と爆発的な攻撃力を誇る三尾との戦いを5対3で制し、準決勝へと駒を進めた。デリッツィアは粘り強いディフェンスから精度の高いカウンターを得意としている。第2回頂き杯でそのスタイルを確立。今季東海一部リーグでは昨年度全勝で優勝した名古屋オーシャンズサテライトを3対2で下すなど、3節を終えて首位に立っている。 FC 中井が苦手な戦術を使うデリッツィア磐田、その精度の高く鋭いカウンターを弾き返し堅い守備をこじ開けることができなければ連覇への道は閉ざされてしまう。今日と多分戦い方が似てるというか、相手が、まあ、聞いた話は引いてカウンターをしてくるっていう、まあ、映像を見てないし分かんないんだけど、まあ、引いて守ってカウンターっていうところで、まあ、今日の失点みたいなところで1失点目みたいな形をどんどん狙ってくると思うから、本当にそこをね、今日いいシミュレーションできたと思うし、テンポよくね、テンポよく回すときは回す、もう本当ツータッチダイレクトで、ダイレクト使うのがめちゃくちゃ効果的だから、相手を押し込んでパス回しの中で台を使う、縦作る、ブロック入る、リバーテするっていうのができればめちゃくちゃいいと思うんで、やりたいね。ちょっとディフェンスがね、カウンターみたいな形が多くなるのか、まあ、攻撃する時間が長いからディフェンスでリズム作れないっていうパターンもあるけど、俺らがシュート打てば相手が攻撃じゃん、ね、攻撃させて俺らは自信を持ってディフェンスをして奪っていくっていうのです。そこは怖がらずにシュート打っていいと思うし、もったいぶらずにシュート打っていいと思うんで、まあ相手人数少ないっていう噂なんだけど、まあ、だから引いてるっていう噂なんだけど、ちょっとそこもね頭に入れて、まあ試合の中でどういう状況になるか分かんないけど、どんどん打っていこうになるのか、打っていって守備から入るってなのか、それともオフェンスでリズム作ろうってなのか、
まあ、その時のいい状況を見てやってみましょう。うい、何かありますか。はい、はい、まあ、さっき人数の話言ったけど、まあ、2回目と違って俺はセレクション制じゃないし、このメンバーと会っても結構経ってるから緊張もしないっていうか感じなんで、明日は2試合あるし体力もきついと思うんで、それでもその休みの間にはベンチには俺がいるっていうの自信もあるから、体力なくなっても体力なくなるぐらいフィールドで頑張ってください。疲れても俺がいます。おっす。おっす。決まりました。フレッシャーな。かけつ。今日の自分たちは忘れて次へ。FC 中井はここで立ち止まるわけにはいかないのだ。すごくいい機会なんで、経験の場なんで、あちょっと行きましょう。せーの、アウト。バモーバモ一応第1回、第2回と出させてもらってるんですが、特に第2回のところで FC 中井が優勝したのを、まあ、我々の地元浜松で最初から最後まで運営も含めて関わった中で FC 中井というチームを見てですね、まあ、個人個人のクオリティはもちろんのこと、試合に向かう姿勢とか試合前後も含めた立ち居振る舞いも含めて非常にちょっと胸打たれたというか、そういったところもあって僕もそうですけどチームみんな中井に対してですね、リスペクトの気持ち持って今日もどうしても決着つけたかったミオに勝って FC 中井とやりたいというところで、来ているのでいいパフォーマンス見せてくれると思います。まあ、初戦は前回まあ5対5で引き分けたチームだったので、まあ、何が何でも勝って中井さんとやりたいなっていう気持ちがチーム全員持ってて、で、まあ、それが実際昨日はい、叶って今日中井さんとやれるので1点も取らせないぐらいの気持ちで、昨日も実際カウンターから何点か得点を重ねることができたので、まあ、この今からの試合もそこが一番出せれればなと思います。はい、接戦が予想されるこの戦い、果たして FC 中井は競り勝つことができるだろうか。さあ気持ち強くいこう、気持ちで負けないね。いきます。中井バーン。試合開始、初戦の違和感を払拭し攻め切れるか。デリッツィアのゴールクリアランス、
キーパー杉本から22番市川、逆サイドの5番小出、大きく蹴り出しディフェンスからリズムをつかみに来るデリッツィア。早い時間帯での先制点は奪えるか。 FC 中井のキックイン、中井から伊藤、ゆっくり持ち上がりドリブルで仕掛ける。デリッツィアのカウンター、ここは千葉がカット。 FC 中井の攻撃、伊藤から中井、ダイレクトで千葉、収めて伊藤へ。デリッツィア引いたディフェンス、ミドルシュートで狙っていく。 FC 中井の攻勢は続く。渡るが走り込む、これはブロック。固い守備を見せるデリッツィア。直後のキックイン、キッカーは伊藤。渡るなかなか抜け出せない、これはノーファール。 FC 中井攻め続ける。中井がじわじわと上がっていく、仕掛けてサイド突破、千葉へゴール。初戦に続き千葉が先制点をもぎ取った。前半3分、課題としていた早い時間帯での先制点。デリッツィアのキックオフで試合再開。7番ルーカス中へ運び、2人組の関係で仕掛けていく。逆サイドの22番市川、ここは渡るがカット。 FC 中井のキックイン、伊藤からこれを市川がカット、デリッツィアカウンター、折り返して、これはわずかに合わず、デリッツィア鋭いカウンター。 FC 中井のコーナーキック、これは通らず、デリッツィア再びカウンター。中井追いついた、一度はかわされるもナイスディフェンスで相手のファールを誘う。ここで渡るに代わりブルノがピッチへ。デリッツィアのキックイン、18番増井から22番市川、ここを千葉がカット。しかしもう一度奪われる、ゴール前、伊藤がカットしピンチをしのいだ。 FC 中井パスを回してチャンスをうかがう。渡るから伊藤、そしてブルノ、デリッツィア粘り強いディフェンス。 FC 中井ここを崩して追加点を奪いたい。伊藤から中井、ここでデリッツィアがボールを奪いシュート、これは枠の外、一瞬の隙をついてくるデリッツィア。ここで山崎がピッチへ。得意としているシュートやパスでチャンスを演出できるか。デリッツィアの攻撃、ルーカスから9番尾崎、千葉がボールを奪う、キーパーと1対1、これはクロスバー、山崎がすぐさま寄せる。FC 中井前線からの激しいプレスで追加点を狙いに行く。デリッツィアのゴールクリアランス、サイドから中央へ、山崎が奪ってミドル、もう一回、今度こそ、これを押し込んだ。前半14分、 FC 中井山崎のカウンターで追加点、0対2。FC 中井のキックイン、中井から伊藤、千葉とつないで、ここを奪われデリッツィアのカウンター。千葉戻ってボールを蹴り出した。直後デリッツィアのコーナーキック、22番市川、これを決められてしまった。 FC 中井強烈な弾丸シュートを決められ、1対2。連続失点だけは避けたい FC 中井。デリッツィア市川から逆サイド尾崎へ、これが収まり、同点に追いつかれてしまった。前半16分、一瞬の隙をつかれ2対2。前半のうちにリードを奪いたい FC 中井、キックイン、これはポスト。渡るが積極的に狙いに行くも
ゴールは奪えず。 FC 中井の攻勢は続く。ブルノから伊藤、ドリブルで仕掛ける。ミドルシュートは市川がブロック。直後のコーナーキック、これは渡るには合わず、デリッツィアに守りきられる。デリッツィア、キーパー杉本一気に前線へ。これが収まるも中井激しいディフェンス。伊藤が奪って中井、サイドを突破していく。しかしここはデリッツィアが守りきる。キーパーから小入れ、デリッツィアのカウンター。24番下田が回り込む。これは合わず、 FC 中井ピンチをしのいだ。残り時間は26秒、 FC 中井の攻撃。ブルノがサイドで受ける。ここでブルノの個人技、カットインしてシュート。しかしこれは相手キーパーファインセーブ。残り時間は4秒、キーパー高く大きくスロー。ここを中井が奪う。ここで前半終了。FC 中井先に2点リードするも、終盤の立て続けのゴールで追いつかれ、2対2で折り返しを迎えた。こういう感じだったの多分ね、俺の記憶、うん、こうなって誰もこっち見ちゃった。俺がこっち絞ったの、まあ、そうだったら多分当たるか。そう、運動室のケアとか俺が行くから。セットプレー全部取れてんのよ。やっぱ楽しくないですね。だけど3本目4本目でどうなるか分かんないじゃないですか。もしかしたらもう PK 取るかもしれないし、続けないと。審判言ってたけど、なんかお互い様みたいに言ってたから、それから取れる。あの万歳処理、うん、そう。多分回っていくとこをブロックし続けるけど、確実にファウルだ。直進、相手に向かっていって抑えるのはノーファウル、うん、これ回っていったのを、こう相手もブロックがその回り道してやったら確実に変わるんですよ。一回ちょっと体ぶつけて掴まして離れていって、そのまま掴まってきたら、でそこに蹴り込んで、うん、大事なとこ切れて、そういうこと。そうなってくると、ピクソは結構ピボ見とかないと、そのキッターとかパン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 って行かれてフリーで受けられて、ピクソの後ろ3個ついとかないと。また点取ろう、点取ろう。取った後やっぱ俺は乗ってるからさ、すごく。行こう行こう、続けていこう、続けていこう、大丈夫。振り出したら0-0だ、0-0。いい、それメンタル的な部分でも後半すごい大事だから、立ち上がり、はい、OK、 最初の1点だよ。いい、効率よく攻めよう、もう少し、いい。ちょっと今動きに関してたくさん動いてると思うけど、質がない。いい、そこのちょっと質を上げよう。そのためにやっぱ止まる、抜ける、または降りる、そのちょっと細かく細かく止まったり動いたりするところも入れたかなきゃいけないし、もっと周り見よう、視野でもう少し情報を手に入れよう。いい、どこが今フリーなのか、どこが今スペースがあるのかっていうのをもう少し見極めないと。いい、もうちょっと質上げよう、動きの。 OK、 ミオの試合の時みたいにさ、裏開くから、いい、一枚ちゃんと出ればフリーになるし、1対1強い選手もいっぱいいるからさ、ね、後半しっかり1点取るに行こう。 OK、 えい、なんかある人、相手止めるから、いいね、止めたところの次のもね、そこで結構、ま、相手ボール蹴ってること多いから、そこだけしっかりやれるように、そう、ライン決めてたぶんないと。行こう行こう、ラスト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 、はい、じゃあ、はい、番号、いきます、中井、バー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 、バはい、後半開始、試合を制するのはどちらのチームか。前半同様、早い時間帯でのゴールで流れをつかみたい FC 中井。開始早々激しいボールの奪い合い。 FC 中井パスを回してチャンスを伺う。ブルノから中井、前線の伊藤へ、これをカット、デリッツィアのカウンター。市川、強烈なシュートで FC 中井のゴールを脅かす。 FC 中井、ブルノから中井ダイレクト、しかしこれを奪われてしまう。デリッツィアのカウンター。尾崎から市川、佐藤ナイスセーブ。リードを許すわけにはいかない。FC 中井のキックイン。
伊藤から中井、ブロックされたボールはブルノへ。しかしこれを奪われデリッツィアカウンター、市川が抜けていく。鋭いカウンターを見せるデリッツィア。デリッツィアの攻撃、素早くパスを回していく。下田から7番ルーカスへ、ドリブルで仕掛けてくる。ブルノと千葉が寄せる。ボールを奪って FC 中井カウンター。中井持ち上がりゴール前、これを千葉が流し込んだ。後半開始3分半、前半同様千葉のゴールで FC 中井がリードを奪う。3対2、 FC 中井このまま畳みかけたい。伊藤から逆サイドの中井、ゴール前の千葉へ。これは杉本のファインセーブに阻まれる。直後のキックイン、中井から伊藤、ドリブルで仕掛ける。しかしここはルーカスに奪われカウンター。伊藤自ら戻りディフェンス、奪い切った。デリッツィアのキックイン、14番宇田川、中へ運び市川へ、ダイレクトでつなぎ小出、ドリブルで仕掛けてくる。佐藤ナイスクリア、アグレッシブなディフェンスを見せる。デリッツィアの攻勢は続く。9番尾崎が抜け出し、5番小出、これを決められてしまった。デリッツィア再び追いつく。3対3、後半9分半、試合は再び振り出しへ。FC 中井のキックオフで試合再開。伊藤から中井、一気に前線へ。これは弾き返されるも、もう一度千葉、デリッツィアが守りきる。杉本からルーカス、ここを渡るが狙っていた。千葉これを決められず、頭を抱える千葉。ここで伊藤に代わりブルノがピッチへ。FC 中井の攻撃、ブルノから中井、もう一度ブルノ、持ち上がり千葉へ、ブルノが抜け出す。相手キーパー飛び出してクリア。ブルノが早速チャンスを演出。直後のキックイン、これは弾かれデリッツィアのカウンター。市川から下田、ゴール前フリー。佐藤ナイスセーブ、絶体絶命のピンチを救う。直後のキックイン、18番増井から14番宇田川、そして市川へ。ここを中井が奪う。キーパー飛び出すも中井がキープ、シュート、これをゴール前でブロック。デリッツィア執念のディフェンス。残り時間は1分を切った。最後まで何が起こるかわからない展開。 FC 中井の攻撃、伊藤から渡るへ、かわしてゴール前。これはブルノには合わず、 FC 中井コーナーキックを得る。伊藤から中井、これは弾かれカウンター。ブルノここはファールで止めた。このプレーにイエローカードが出る。ここでブルノに代わり千葉がピッチへ。デリッツィアのフリーキックで試合再開。尾崎から市川、もう一度尾崎、市川が走り込む。これは合わず、 FC 中井カウンター。佐藤から前線の中井へ、これはわずかに合わず。 FC 中井最後まで攻め続ける。渡る前を向き中井へ、千葉に落とす。ゴール前の渡るへ、これをキープして中井、シュート、これは枠の外。デリッツィアのゴールクリアランス、一気に前線へ。これは佐藤が競り勝ちキャッチ、すぐさま中井へ。中井仕掛けるか、ここで後半終了。
20分ハーフで決着はつかず、試合は V ゴール方式3分ハーフの延長戦へもつれ込む。よし、それ行こう。ちょっと孤立しすぎ。そうそうそう、裏しかもうないなってもう分かる相手も。 そこはやっぱり使うよっていうのもさ見せないとさ。カウンターだけな、カウンターだけ切らさないように。しゃあ来るぞ、ゆうた。行こう、行きます。全然行こう。最後まで集中してよ、集中してよ、勝つよ。くそー、よしさあ行こうぜ。あと1点ながらさ、うん、出し切ろうぜ。よし、点取るまで行こう。はい、行きます。ナッカーイ、バー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 。延長戦前半がキックオフ。ここまで戦い切った彼らに体力はほとんど残されていない。気持ちの強さが物を言う延長戦。どちらが勝利をつかむのか。デリッツィアの攻撃、 FC 中井前線からプレスをかける。このパスを中井がカット、ゴール前。これはデリッツィアが弾き返しカウンター。尾崎が駆け上がる、逆サイドへ。しかしこれを中井が再びカット、激しい衝突。プレーを続ける FC 中井、ブルノが仕掛ける。これは相手キーパーファインセーブ。ブルノが奪ったコーナーキック、キッカーは伊藤。中井が抜け出す、これを叩き込んだ。このゴールで試合終了。劇的な幕引きにベンチから駆け寄り、全員で喜びを爆発させる FC 中井。デリッツや岩谷、4対3で勝利した。すごいし、いや、いやもうなんかね、気持ちよ、ヘディング。もうなんか、めっちゃ緊張したもん。絶対に下に行くって。吹かさない、もう気持ちで。よかった。やっぱちょっと、久しぶりの公式戦となんて緊張しちゃって。なんかね、簡単な、そんなシュート来てないのに、やっぱ失点3もしちゃって、難しくしちゃったんで。申し訳ないなって気持ちと、まあなんとか切り抜けたなっていう、まあ、後半に向けて、まあ、徐々にこうなんて言うんだろう、慣れてきたっていうかスイッチ入ってきたみたいなとこあったんで、それが最初からできないといけないなっていうふうには思いました。勝てて本当に良かったです。今みたいになんかチャンス決めないでズルズルやって 2-0 で勝ってたのに、
結局同点になっちゃったんで、まあ、そこで決めチャンスもっと決めたらもっと楽な試合運びできたんで、もっとピボットして点を決めれるように頑張ってます。はい、すみません。初戦で流れをつかみきれなかった FC 中井だったが、千葉の2試合連続得点に山崎の気持ちを見せたゴール、中井の意地の決勝弾で東海一部の強豪に競り勝ち、決勝戦へ進出した。決勝戦のキックオフは14時、残された時間はおよそ2時間だ。延長戦にまで及んだ準決勝での戦いの疲労をどれだけ回復できるかが決勝戦の結果を左右する。FC 中井はついに連覇に王手をかけた。立ちはだかるのは FC 中井へのリベンジにどこよりも強い思いを持つこのチーム。せーの、関東一部リーグ所属、ゾット早稲田フットサルクラブだ。ここまでジプシーフットサルクラブとの1回戦を8-0、エスタボンフットサルクラブとの準決勝を7-3と圧倒的な攻撃力で勝ち進んできた。過去2回の対戦では勝利を収めた FC 中井だが、果たして決勝の相手はゾット早稲田。連覇を阻む第1回チャンピオンは一味も二味も違った。 FC 中井よ、総力戦で勝利をつかめ。寂しさとか